比較地帯とは、核兵器や原子力発電所などの使用を禁止した地域。その具体的な範囲や内容は該当の地域によって異なる。比較地帯のうち、条約などで特に核兵器を禁止した地帯は、比較兵器地帯とも呼ばれる。世界の多数の地域の地方自治体等が、比較や比較地帯を宣言している。しかし現実には、核兵器の製造、 保管、配備、使用等を禁止していても、その地方自治体が認識することもなく、核兵器が軍用の運搬手段によってその地域、近隣、上空などを自由に通過していることもある。また、その地域に原子力発電所などが計画された場合でも、大多数の自治体にその建設を停止させる権限は少ない。このため、比較宣言の大半は象徴的なものである。 しかし、ニュージーランドの比較地域は国家の立法により確実化されており象徴的なものではない。ニュージーランドは西側諸国としては初めて比較地帯を法制化した国家で核抑止政策を実質的に放棄した。核兵器拡散上強核保有国ニュークリア、シェアリング NPT のみ比較兵器地帯国際的な条約などによる比較兵器地帯以外の各地域の 主な比較地域には以下がある。オーストリアは比較地帯である。1970年代のニーダー・エース・ターライヒ州スベンテンドルフでの原子力発電所建設の際に、1987年の一般投票で稼働が否決され、比較国家となった。さらに1997年7月9日、オーストリアの議会は満場一致で国家の反核政策の維持を決議した。 カナダでは、バンクーバー、ビクトリア、ヒティマト、レッドディア及び、レジャイナが比較兵器都市である。ビクトリアでは、近隣のエスクワイモルトに存在するカナダ軍のエスクワイモルト太平洋海軍基地と、その基地をしばしば使用するアメリカ海軍との問題が発生した。アメリカ海軍は、核兵器を搭載した艦船や空母をエスクワイモルトに、日常的に寄港させていたが、 最終的にはそれらの感染は都市の法律に抵触しないように都市の境界に入らずに寄港するよう強いられた。比較の神戸港2011年ポートアイランド西公園からの眺め日本は原子力発電所を多数使用しているが1967年より政府は核兵器を持たず作らず持ち込ませずとの比較三原則を維持し1971年に 国会で決議された。ただし、比較三原則は公式な法律ではない。自衛隊はいかなる核兵器も保有していないが、在日米軍では沖縄などで核兵器持ち込み疑惑が発生している。神戸市は1975年以降、市議会決議により神戸港へ寄港を求める軍艦に対し、非核証明書を提出しない場合には、寄港を拒否する非核神戸方式を行っている。 また、日本の地方自治体の約8割以上は、比較平和都市宣言を行っている。イタリアは1987年11月の原子力国民投票以降、比較地帯である。2008年の選挙で、中道右派政党が勝利すると産業省大臣は、イタリアで最初の原子力発電所の建設を2013年までに行うという政府の予定を発表したが、 その計画は2011年3月の東日本大震災で停止され、2011年7月の国民投票の後で撤回された。1984年、ニュージーランドのデビット・ロンギ首相は原子力推進あるいは核武装した艦船のニュージーランドの港の利用とニュージーランド水域への侵入を禁止した。さらに、百八十七年のニュージーランド比較地域、 軍縮、軍備管理法により、ニュージーランドの国土と領海は、非核兵器及び、非原子力推進官邸地帯となった。北欧の、非核北欧は、フィンランド大統領のウルホ結婚年による、北欧の非核兵器地帯のためのイニシアチブであった。その目的は、ソビエト連邦と NATO の間の核戦争により、北欧が核の戦場となることや巡航ミサイルのルートとなる。 音を防止するた,めであった,ただし、フィンランドとスウェーデンは国民にセルターの普及を奨励し、原子力発電所を利用している。イギリスでは1980年代初期から比較地域運動が強まり、州議会、地区議会、廃止されるまでのグレーターロンドンカウンシルを含む市議会など200以上の地方議会が比較を宣言した。 イギリス最初の比較地帯は1980年のマンチェスター市議会で現在も続いている。イギリスの比較自治体は核戦争に関連した民間防衛演習への参加を無益と考えて拒否する。1982年7月の国家の民間防衛演習の中止は比較自治体の非協力が主な理由であった。イングランドとウェールズの54州議会のうち24。 衆議会が参加を拒否し、さらに7衆議会が協力的ではなかった。これは、マーガレット・サッチャーの政策に対するイギリス平和、運動の勝利とされた。実際には、比較自治体の大多数は労働党が支配する議会であったが、自由党や、時には保守党が支配する議会も賛成した。カリフォルニア州、デイビスの反核政策を広告する一体の率、看板。 デイビスに住もう、なぜならば、緑があり、安全で、比較だからアメリカ合衆国では1980年代から1990年代にかけて多数の都市、町、軍が比較地帯を設立した。その最初はメリーランド州の小さな町ギャレットで、1982年3月の住民投票で世界の注目を引いた。 有名な比較自治体にはカリフォルニア州バークレーがあり、1986年の住民投票による比較バークレー決議により、都市が核兵器関連活動のために税を徴収し、合衆国の核基盤のボイコットキャンペーンを行うことを認めた。ありがとうございます。